山家の野口健さん、46、が6日、自身のツイッターを更新。ダウンタウンの松本人志、56、が、水商売のホステスさんが仕事休んだからといって、普段の、ホステスが、もらっている給料を我々の税金では、俺はごめん、払いたくないわ、と語ったことに、高須クリニックの高須克也院長、75、が指示したことについて見解を示した。写真、マット、野口健さんのミジンコ、エコさんを絶賛、超可愛い。政府は緊急経済対策の柱となる現金給付について、所得が減った世帯などを対象に1世帯あたり30万円を支給する方針を固めた。高須院長は、松本の発言が物議を醸しているとしたネットの声を引用し、なんで物議になるのか。僕だって、僕の税金から払ってもらいたくない。何がいけない、と賛同した。野口氏はこのネットニュースを引用し、これはどうかな。非合法な仕事をしているのならまだしも、ホステスさんのお仕事はあくまでも合法。社会に認められた仕事、職種によって選別するのはどうかな、と疑問を呈した。その上で、接客業を外すのならばウェーターさんもそうなるわけで。ホステスさんだけを名指し区別することには違和感あり、とツイートした。